久保さん、今回、付き合える相手は、付き合える相手は久保哲郎のみ。<laughs> このリレーに付き合いできるのは、多分、まあ、日本で僕しかいないし、日本で久保哲郎しかいないっていうね。多分このリレーできないですよね、他の人。多分できないですね。<laughs> しかもこれね、10年、20年、30年スパンでね、死ぬまでやりますみたいなね、アホかと。<laughs> まあ、いなくなりましたよね。だ僕はね、逆に言うと、僕のレベルで、 ついてくれる人がせ日本で一人たった一人でも死ぬ前に見つけられたっていうのは僕ねすげえよかったですね1000人2000人3000人の友達いなくても久保さんがいればずっとリレーできるんででも3000人いても3000人やめるでしょうね <laughs> 久保さんだからこれ闇金牛島くんだったかな映画でねなんかその携帯電話にね もう俺1000件2000人いるんだぜみたいな。で最後金貸してくれっつって電話しまくんだけど誰も金貸してくれないみたいなね <laughs>。で結構結局生き埋めになって死んでいくっていうねオチがあるんですけどもうたった一人でもいいと思うんですよね見つけられればもう僕はね結構ねありがたいですよねこれはほんと久保さんしかできないですこれはどうですかね日本中探しても僕はまあ中にはいるかもしれないですけどでもいないな。 まあわかんないですよ。日本中探せばいるかもしれないですけど、こんなアホみたいなね。だってもうセールス終わって2年経つでよ。おかしいでしょ。<laughs> ね、久保さん、セールス終わってもう2年経つんですよ。早いですね。セールス終わって2年経つのにまだやってるっていうね。どういうことやねんっていうね。これ普通じゃないですよ、もう本当に。これ、ま、マジで普通の関係じゃないですね。どうですかね。ジョイントしてセールス終わってるのにね。 もう本編終わってんのにずっとリレー続いてるっていうね。いや僕もね、僕も正直ここまで続くとは思わなかったですよ。だって億万長者合宿の販売のためにこれ始めましたからね、このリレーズはそもそも。<laughs> もう2年前に終わってんですかね、販売は。何なんですかね。<laughs> まあだからまあ、まとめると、まあ、生涯で一人でも、なんかその、見つけられればすごくいいんじゃないですかね。 うんやっぱその、なんだろうな、変わっていくことも大事なんですけど、こいつ絶対いるなみたいな、もうずっとお互いに変わり続けてるというか、まあ、せ世界が変わるというかねな、なんなんですかね、僕と久保さんは変わらないんですけど、みんなが変わっていくっていうね、<laughs> そう。 変わることも大事ですし変、変わらないことも大事かなと思いますね。両方大事っていう。変えることが全てではなく、例えばその基本とかもね、どれだけスキルをあのアップしても、やっぱ基本って必要なんですよ。だそこの基本は変えちゃいけないですよね。まあ、あの、なんだ、スポーツで言うならば、準備運動とかね、準備運動、基本中の基本ですよね。それは変えちゃいけないですよね。どうですかね。全てに当てはまると思いますよね。 だから、すげえね、あの、テクニックつけたからつってって、準備運動しなかったら、怪我する恐れありますよね。だこれはもう、書いちゃいけないところですよ。だか書いちゃいけないところと、書いた、書えないといけないところがあるっていう、これ二つ覚えておくといいと思いますね。で、久保さんと僕は変わらないですね。このやりとりは。多分、死ぬまで。本当に。もうね、もう、圧倒的信頼ですね。信頼、信用がありますね。まあ、久保さんだったら絶対返してくるっていうね。 絶対返してくるっていうね。まあ前ね、なんか名古屋でね、なんか吉田さんみたいなね、あの、病院、あの、こけましたって、病院からも動画送ってきたんで、まあ僕も多分しますけど、多分 <laughs>。ねえ、久保さんね。<laughs> 言ってらっしゃい。